途上国へのワクチン供与、日米豪印が枠組み創設へ。クアッドじゃないですか。クアッドで、クアッドで中国に対抗と、はいはいはい、これ今日の朝刊の一面に載っていた記事なんですけど、はい、日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国が、うん、途上国などに新型コロナウイルスのワクチンを供与する新たな枠組みの創設を検討していることが9日分かった、はい、中国が展開するワクチン外交に対抗する狙いがあると、うん、複数の日本政府関係者が明らかにした、はい、新たな枠組みは日米豪3カ国がアジアやアフリカの途上国などに低利子で融資を行い、その資金を使い各国がインド製のワクチンを購入する流れだ、うん、対象国の融資の規模は4カ国で調整を行っている、うん、日本は、国際協力機構 JICA や国際協力銀行 JBIC を通じた、うん、融資を、想定しているということなんですね、はい、うん、まあ、今中国がかなりのワクチン外交を進めて、うん、そうですね、いますし、もうこれ 2月8日、はい、中国外務省は53カ国にワクチン援助を実施済みか実施予定だと発表したと、うん、はいはいはい、いうことなんですよ。早いですからね、独裁国家だから、うん、もう早いんですよね。あと、まあ、ね、聞くか聞かないか分かんないやつを、あと偽物も流通してるっていうめっちゃ怖いですよね。めちゃ怖いよね、うん、中国製ワクチンって、そう、ただの水の水っていうかね、あの打っても、はい、何も効かないものも入ってたりとかする可能性あるわけですから、うん、そうですね、そういう、はい、でインドっていうのは、うん、まあ、あのご存知のように世界のワクチンのもうなんかワクチン大国なんですね、うん、もう世界の6割ぐらいを作ってると言われる、はい、大国であると、はい、で日本政府は9日新型コロナのワクチンを低温で輸送を管理するための施設設備のため、うん、国際機関を通じてアジアなどの、計25カ国に対し、うん、約4100万ドル45億円の緊急無償資金協力を行うと発表した、はい、日本は国産ワクチンがないためワクチン供与の側面支援をすることで貢献をアピールしたい考えだと、はい、そうなんですよね、うん、日本独自ワクチンないですからね、はい、まあ、あったとしてもまず日本人にっていうのはあるでしょうから、はい、まあ、これはちょっと枠組みで、しっかり、途上国に支援してですね、はい、うん、あの中国側に行かせないように、はい、する必要があるんじゃないかなと。そうですね、ただやっぱりインドがちょっと警戒してるようですよね、はい、じゃあこの枠組みとしてなんかこう変に外交関係になってしまうと、はい、まあ、これまでのインドの外交姿勢に外れてしまうんじゃないかという。そうですね、うん、インドがどこまでこういう、まあ、孤立主義みたいなところがあるんでね、うん、インドってね、あのプライド高いんで実は、はい、なのでそれをどこまで日本とかと合わせてやってくれるかっていうのも思いますし、うん、あてんねはなんという書きも書きもありますね、厳しいですね、はい、あと、まあ、注射バリをね、うん、バリ、まあ、注射器ですね、うん、注射器をどこまで作れるかっていうね、うん、あのテルモがなんか7人向そうですね、今日なんか朝刊載ってましたね、はい、はい、7人だから本来の用途ではないっていう、ああ、なんかあれ何でしたっけ、インスリンかなんかを、うん、打つやつ、やるやつを、はい、これ流用できるんじゃないかと、流用できるんじゃないかって、うん、ちょっともっと早く出せよ、それ早く気づいてたら、そう、むしろ日本やったじゃんっていう、そうことになりますからね、はい、いやぜひあの進めていただきたい、うん、はい、はい、いうことですね、うん、でこのアメリカなんですけども、はい、米上院200兆円コロナ対策可決、うんうん、政権初の大型、財政支援、1人最大15万円給付というなんか景気のいい話というか、うん、大規模な話が出てきまして、もともとバイデン政権はそれをやると言ってはいましたんでね、はい、もともと、はい、はい、上院は6日新型コロナウイルス危機を受けた1兆9000億ドル、約200兆円規模の追加経済対策法案を一部修正し、賛成50、反対49の少佐で可決した。1人最大1400ドルの現金を給付する。下院で9日に再可決し、バイデン大統領の署名を経て14日までに成立する。1月の政権発足後初めての大型財政政策となるということで、はい、まあ、ようやく、はい、こういう形でまとまってきたんだなというのが明らかになりましたけども、はい、やっぱコロナの影響を一番受けてるのはアメリカでしょうからね、うん、そうですね、まあ、死者も当然、ね、多いですし、はい、だからこれでまた景気対策にもなるんで、うん、株価が上がっていく可能性も全然出てきますし、うん、ただ反動きそうですよね。そうなんですよ、どっかで多分今年の7月か8月によく何年かに1回あるアメリカの債務上限問題、はい、これ当たるんですよ、うん、で共和党が嫌だ嫌だと言い出したりすると、はい、結
構めんどくさいことになりますよ、うん、また公務員の給料は払いませんみたいなアメリカってすごいでしょ警察官とか、ね、消防署とか、はい、給料払われなくなるわけですよ。いやもう日本とは違いますよね。そうそうそう、だからあの毎回さ、あれ日本人とか旅行に行って、はい、それであの美術館とか行こうと思ったら博物館美術館全部休み人が給料出さないんだもんみたいな普通にお前ら先進国かみたいな感じもあるんですけど、よくこの現代までやってますよね、うん、そういうことを。いやでもこれはこれで僕は すごいなと思う。リバタリアンとかがいるからなんですよ、はい、今話題のリバタリアンさん。そうそうそう、債務上限を決めないと無制限に使っちゃうでしょと、毎回ちゃんと決めろと。それがやっぱ日本と違うところですね。日本はだら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 もう使ってるじゃないですか、全部ジャブジャブ出しちゃうじゃないですか。そう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 、はい、だからもう、はい、あのさっきの話題にもなりましたけども、はい、スプーンとか、はい、しょうもないところにまで金出せみたいな、とにかく規制をねしたがる、うん、であのアメリカリバタリアンとかいるから、うん、とにかく規制すんじゃねえと、うん、俺たちのことをいろいろやるんじゃねえよという人はいるわけですよ。そうですね、そういう連中で、そういう連中がいることで、うん、やっぱり、こう節度がね、はい、効くわけですよ。何でもかんでも規制するのがいいわけじゃないっていう連中がいるっていうのは、うん、だからそういう極端なやつがいることによってバランス取ろうとするっていう。そうそうそう、リバタリアンはリバタリアンで、うん、あれ極めていくとめちゃくちゃ極端な人たちになるわけじゃないですか。いやもうだって道路とか直してんじゃねえよと、うん、あのもうまだ走れるだろうとかね、はい、中東に軍隊やめろよみたいな。そう、中東軍隊、海外の軍隊は絶対やめろと、うん、あともう橋とか、はい、あの落ちてから直せよと落ちないかもしれないけど検査するんじゃねえよみたいな。いやまあ それぐらいあの一旦そういう考え方がないと、はい、やっぱほら日本だってさ、うん、年度末になると道路掘り起こして、そうですね、無駄な工事やってますね。無駄な工事やるわけじゃない、うん、はい、なんかあの渡さんとか、うん、だからそういう極端なものではなくて、はい、うん、あのややリバタリアンというか、マイルドなリバタリアンみたいな感じをこうずっと言ってたので、はいはい、そうですね、確かにあれ極めると危ねえなっていう。極めると危ないですけど、うん、でもあの彼らの役割はすごく必要じゃないかなというふうに思いますね。渡さんはややリバ通信というのをやってまして、うん、あのリバタリアンの人って貧乏だから金額も安いですみたいな感じでやってます。まあ政府と結託した方が儲かるわけで、まあそうですね。そう、政府と結託してない人間っていうのはやっぱ自分で節度ある生活して貧乏だったりすると思うんでっていうことで。韓国呼んだって、はい、確かに韓国なんてその極地ですよね。そう、連邦主義とか。そう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 、一人誰か大物だったら、そう、そこにこう高に来る、高に来るっていう。全員クリンチしていくからね。はい、それは確かにありますね、はい、まあ、アメリカがこういう政策を打ち出したということなので、うん、はい、なんかあの日本でももっと給付金出してくれっていう人もいますからね。っていうか、まあ、まずあれですよね、緊急事態宣言を早く終わらせてくれっていう、うん、いやもう本当そうですよ、本当にそういうことですよ、はい、うん、であのそういえばあのバイデン大統領といえば、うん、なんかあの飼ってる犬が、はい、なんかホワイトハウスの職員を噛んで、うんうん、あの自分の家に返されたみたいなのがありましたよね。なんかあの、なんかホワイトハウスに入る大統領はいつも犬を飼ってて、はい、あ、そうですね、それで好感度上げてたんですよ、うん、犬とともにみたいな、うん、でトランプは入れてなかったのかな、あの極度のあの潔癖症なんですよ。握手とかもしないっていう。ああ見える潔癖症。そうそうそう、めちゃくちゃ潔癖症だ。すごいなんか大雑把な感じするんですよね。そう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 、でも犬を飼わないっていうかさ、うん、あのスーツに毛がつくとか嫌なんだよね。これあのジャーマンシェパードっていう、うん、はい、でかい犬なんですよね、はいはい、それを2匹飼っていたらしくて、うん、なんか名前がメイジャーっていうらしいんですけど、うん、これもマイナー効果ですよ、うん、はいはい、今回の噛みついた件で。っていうかバイデンぐらい金あるんだから、はい、ちゃんとドッグトレーナーとかつけてやっとけよと思うよね。なんでこんなことになってしまったのか。だってこんなでかい犬、うん、噛まれたらもうやばい、腕持ってかれますよ、持ってかれる、持ってかれる、大怪我ですよね、はいはい、まあ、なのでしっかりその辺ちゃんとねトレーナーに出せよね、うん、責任を持って飼う必要がありますよね、はいはい、っていうかまあもはやバイデン大統領だと制御できないでしょうね、うん、あの年齢ですし、フラフラって言って、うん、ちょっとすぐ捻挫とかね骨折ってしそうですからね、うん、そうですね、はい、はい、ということで次行きましょう、はい、米軍アジアに対中ミサイル網6年で 2.9 兆円要望と、はい、
これ日経新聞の記事なんですけど、うん、米政府と議会はインド太平洋地域での中国の抑止力を強化するため、はい、2022会計年度から6年間で273億ドル、うん、2兆9000億円の予算を投じる案を検討すると、はいはい、沖縄からフィリピンを結ぶ第一列島線に沿って米軍の対中ミサイル網を築くと、うん、台湾や南シナ海の有事を想定し同盟国との協力も探ると、はい、これバイデン政権でこれ出てきた、うん、わけですけども、うん、なんかまた想定と違うことが、はい、バイデンになると中国となんかもう一体化で、ね、もう世界の終わりやみたいなことを言ってる人いましたけど、バイデンになると台湾を諦めて中国と仲良くなるとか ね、はい、ね、いう人たちとか、うん、もうあとその世界が終わりだという人たちなんですけど、うん、全然もうこれね、結局台湾を守るという方向にどんどん動いてるっていうのが、うん、ね、要はトランプ政権の時決まった方向でずっと行ってるって流れはそのまま乗ってますよと。そうですよ。これまあでもやっぱそれはトランプ政権の功績があったかなと思うんですけど、はいはい、やっぱそういう方向性を作ったと、はいはい、これトランプ大統領だけじゃなくて、うん、はい、その背後にいた人たちというか、うん、議会含めてそういう流れを作ったというのが、はい、まあ、大きいですし、はい、まあ、だからこそ今この対中政策っていうのはもう揺るぎないものに、はい、そうです、まあ、やり方はいろいろ違いますけれども、はい、でも、はい、アメリカ自体がもう中国と戦うっていうことはもう2017年ぐらいの5月ぐらいの議会でもうほぼ決まったんですよ1回、うん、でその後にペンス演説があって、はい、うん、もうやりますよと、うん、事実上の宣戦布告で、まあ、厳しい言葉言うと本当に刺激するから、うん、はい、でももうこういう形でやるんだよねっていうことはもう動いてたんですよ、うん、でそういうふうに決まってしまうとこれも国際的な枠組みで国としてやるって分かってるんで、うん、そこにいくら中国好きだったとしても、うん、バイデンがね、それが決まっちゃう、それそういうのが来るとあまりにそういうことやると、まあ、極端に言うと暗殺されますよ。そうですね、もうだって国としてもその動きで行きましょうってことは決まってるわけですから、うん、はい、いやそれこそだって独裁国家じゃないんですし、アメリカには愛国者がいっぱいいるわけですから、そうそう、いますし、それはやっぱ中国なんかにね、はい、よろしくやってんじゃねえというのはもう当然圧力としては出てきますから、今ピューリサーチセンターの数字でももう、うん、中国に対しての好感度の低さ、うん、もうバリバリ出てます。そりゃそうでしょうね。もう敵だって言ってる人たちがもう6割ぐらい、共和党だともうすごい多いし、うん、はい、もうなのでもう全然そういう方向ですよ、うん、はい、まあ日本なんかもしっかりその方向で進んでいかなきゃいけないんですけど、そうなんですよ、日本の場合はだらだらと親中派が分かんないよね、うん、我々から見ててもおい大丈夫かと。本当ですよ、はいはい、全然ダメだなと。